VS 武欲上がってきてください。その次の試合がゼロコア VS テルになります。準備の方お願いします。キョンセ、ちょっとサングラス貸して。マジで、まあ、ナイス DJ。 誰かサングラス貸してください。ありがとうございます。じゃあビートを聞きましょうか。マイクね。マイクそれで大丈夫そうか。あ、それ無欲のやつ何番？自分からもさ、4番。あ、そしたら、間違えた。見せ力こっちの方がいいですね、多分。一応、ちょっと各々でマイクチェックしてもらっていいですか？大丈夫ですか？もしちっちゃいとかあったら。ビートを聞きましょう。ビートはこちら。ガンガン盛り上がってください。あ、動画撮ってもいいですけど、あの前尺はツイッターに載せないことと、動画撮ってる人が一番盛り上がってください。 OK ですか？それでは参りましょう。じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんポイ。成功。ここは成功で、成功で、じゃんけん勝って成功。成功。ここミステリオファイト、みんなでいきましょう。 DJ OK、 レディー。何のために握るマイク、息苦しい世の中を変えるため、ヒップホップはコンプレックスが武器となる。今夜オタクの偏見をぶち壊す。俺のフェイス正直よ、ギャグラップは、俺はギャグじゃない、ガチでオタク買いに来てるんだよな。 OSK から頂点へ、オタクの方がいい波乗ってんね。俺は小一郎じゃない、中一郎。俺の名前を呼んだ中一郎。何のためにマイクを握ってる。もちろんラップはビジネスだ。お前が投げたブーメラン、そのままお前の心臓をえぐってる。俺のライブは強力だ。レイレイのみの能力者。ねえ、ワンピースネタ俺の土俵だけど、マジでいいのかって話。あんたが小一郎、ありえない前提。首元突っ張って変わる大宴会前提。俺のエース、これで終わりだって。小一郎なんか中一郎とか言ってたけど、俺はオタク。確かに中二病、衝撃凹凸、雷注意報。そういうところがこいつの子供なとこ。俺はそう言うならノロノアゾロ。マイカフォン握って16ポイント砲。今日の凱旋、俺が優勝する男。この2秒間分かるか。お前みたいなやつには分からない。今止めた2秒間は頂上決戦でコミが止めた2秒間だ。いいよね。それでは来ます。成功無欲高校ミステリオ。あなたミステリオの魅力にも分けなくちゃ。お願いします。選手権からお疲れ様。じゃあ次行きます。ゼロコア VS テール上がってきてください。その次の試合がキョンス VS ヤマトになります。準備の方お願いします。その次はスクービー J VS オシブになりますね。ビート同じ。